政治的意図はなかったって言うんですけど、本当ですかっていうね。だって政治的意図があったら、やっぱり警察への批判がより強くなりますよね。個人的な恨みで済ましちゃったら、ね、警察の受けた傷は浅くなるわけですよね。で、誰も辞任していない。いや、自分の管轄で起きた事件を自分で総括しようとしてるわけでしょ。暴力団に暴力団の取り締まりをさせるって言ったら、ちょっと例えが申し訳ないですけども、そのレベル、猫にね、魚の番をさせるみたいなもんですから。でしょ？だって、全然違う人、奈良県警の本部長とか、警察庁長官とか警視総監とかすぐね辞任して新体制で検証するならわかるんですけども、いやいや、自分たちのね犯した大失態を自分たちで検証するって、それどうなんだと。私の読みですけども、必ず政治的意図があったと思うんですよね。なんか警察のメンツなんかどうでもいいから、真実を暴いてほしいですね。これね、別に証拠も何もないんですけども、政治的意図はあったと思うんですよ。いや、もちろんね、母親に対する恨みとか教団に対する恨みっていうのもね、もやもやいろいろとあったかもしれませんですけども、それだけですかというね、相当政治に興味があるみたいですし、ツイッターもね政治的な意見をバンバン書いてるわけでしょ。で、私とかあと有本さんにもなんかリプライがあったって話今日お聞きしましたけれども、ちょっと、いや、本当にだから最初からね、あの事件があった当日か翌日にはもうすでに政治的意図はなかったって出てるわけですよ。それっていろいろ聞いた上で、あ、これ発表しよう、これ発表しようって言って、県警が発表したいものだけ発表してるわけですね。自分たちにとって都合の悪いものは別に発表しなくてもいいわけですから。だからもうだって翌日にいきなり政治的意図がなかったって出てくるってことは、これ県警として、それを今言いたいからそこをちょん切って言ったのかもしれませんよ。だからお前どうなんだ、政治的意図は何のか、まあ、どういうね取り締まりしたかどうか分かりませんですけども、県警が出したいものから出してるわけですから。ということは、そういう方向に持っていきたいっていうのも、奈良県警がそういう方向に持っていきたいってしようとしてるのは、もうそのね小出しにする内容からも明らかなわけですよ。だってまだ翌日とかですよ。いや、だって本当は分かんないじゃないですか。これ若狭さんがねおっしゃってましたけども、大体こういうね、全部が全部じゃないにせよ、殺人事件が起きると本当の動機っていうのをなかなか話してくれない容疑者が多いってわけですよね。手を変え品を変え、ようやくね真実に近づいてくるっていうのが多いらしいんですけども、今回山上容疑者は捕まった当日からベラ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 喋ってるじゃないですか。捜査だって聞き込みだってまだまだなのに、もう2日目には政治的意図はなかったって奈良県警が発表してるわけですよ。奈良県警が言いたいところだけ抜き出して発表してると見なくてはいけないわけで、だから全部理路整然とね、なんか映画のシナリオみたいに、そうそう、縦板に水のごとく喋り倒してるわけでしょ、容疑者が。本当なのかなというね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは、毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。